こんにちは、世界へ僕らのとこです。本日は、大阪の、超有名なデジタルマーケター純一さんですね、純一チャンネルさんとのコラボレーションで、GA4 についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、もう世界ボカンと、ね、いう名前にはもう負けてしまうんですけど、はい、今日よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に自己紹介お願いできますか。はい、大阪を中心に活動してます、デジタルマーケターの、純一と申します。まあ、デジタルマーケティングって、まあ、聞き慣れない方も多いと思うんですけども、僕的にはですね、ホームページとか、まあ、ブログとか SNS とか、メール、LINE、データ分析、広告もなんか全部やって頑張って集客していきましょうよ、マーケティングしていきましょうよっていうのはもうデジタルマーケティングという感じで、やっております。今日はですね、まあ、僕データ分析が好きなんですよ。今日のテーマで、まあ、Google Analytics の新しい GA4 のお話だと思うんですけど、すごく Google Analytics を見るのが好きで、リアルタイムを見ながら飯食えるぐらい、すごいですね。GA を置かずにご飯が食べれるっていう、食べれますね、はい。それくらい好きなんで、今日はなんかお役に立てればなと思いまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速 GA4 の、管理画面、ご自身の管理画面を共有いただけるっていうところなんですけど。そうなんですよ、もうね、はい、もう見せて困るもんないかなと思ってよかったら共有させていただいてもいいですか。すごいね、ありがとうございます。なんかコラボでね、すごい自分の身を削るっていうのは素晴らしいなと思って、本当にありがとうございます。いえ、もうね、弱ってきてるんですよ共有させていただきます。今の現状をお見せしながら、はい、どう変わったのというのを徳田さんと一緒にお話しできたらなと思ってます。これ実はもう変わってるやつなんです。 GA4 の画面なんですよここが違ってるなみたいに気づくとこあります？左側のその項目はちょっと違ってますよね。はい、この辺がね、見慣れない用語が結構出てきてると思うんですよね。このエンゲージメントとか収益化、維持率、まあ、テクノロジーもそうですね。このあたりとかは今までになかった部分かなと思って、開けてみても中身がガラッと変わってるんで、もううってなりましたね。徳田さんのために GA4 を研究してきたんですけど、はい、ぶっちゃけるとまだよく分かってない部分多いので今日は親ここはこうなるのかなっていう、ちょっと手探りで一緒に勉強していただけたらなと思います。はい、まずいつも見てるところがどうなっちゃったのかっていうのが気になりますよね。そうです。はい、僕らとまあオーディエンスとかだと、はい、国とか地域とか見たりしますし、はい、集客のところでどういうチャンネル別のトラフィックがあるかとか、そういうの見たりとか掛け合わせで見たりとかするんですけど、はい、その辺ってなんか普通に存在するんですかね。正直そのあたりは大丈夫です。あ、なるほど。コンバージョンの計測がこれどうやって設定するのみたいなところになってしまっているので、ここはちょっと僕なりにこうやったら反映するんじゃないかなっていうのをですね、お伝えできたらなと思ってます。はい、じゃあまず集客の部分なんですけど、ここは実はそこまで変わってないかなと思ってまして、集客ってところを押していただくと、まあ、概要、ユーザー獲得、トラフィック獲得、まあ、なっているので、まあ、まずは概要というところですね。ここ見ていただくと GA4 が始まったこのあたりですね、10月の半ばぐらいからのデータなんですけど、まあ、これまず何人新しいユーザーを獲得できてますかっていうのと、今まではなかったリアルタイムもついてくるんですよね。徳田さんがおっしゃってた、じゃあどこのチャンネルから来てるのか、まあ、この辺りから分かりますね。なるほど。新しいユーザーどこから獲得してるのかとか、セッションもどこから獲得してるのか、詳しく見たかったらこのビューユーザーアクイジションというところを言っていただくと、もう少し詳細なディメンション設定とかをできたりします。あ、なるほど。はい、でここのディメンションのメニューが結構変わってるんですよね。はいはいはい。このプラスを押してあげて、まあ、これだったら国とかありますよね。これでジャパンとかユナイテッドステイツとか、オーストラリアとか、オーストラリアとか、はい、という感じで一応国は出てくるので、このあたりはそこまで難しくないかなと思います。今までよりももうちょっとシンプルになった感じですかね。セカンダリーディメンションって文字は出てきてないんですけど、確かにこのプラスを押してあげると下の部分ですね、紐付ける部分をここで調べることはできます。なるほど。はい、行動がなくなってたやつですよね。あ、そうですね。行動はどこ行ったんだろうっていうところですね。あれが、今エンゲージメントってところに入っているはずです。こちら開けていただくと、まず概要って言っていただくと、はい、どのページがどんだけ見られてるかっていうのはこの表示回数っていうところですね。ここで出るようになってます。これ表示回数っていうのは、はい、クリック数みたいな感じですか、セッションとか。はい、ここまだ僕もちょっと把握はできてないんですけど、おそらくそうですね、表示された回数なんでページビュー数だと思ってもらえたらと思います。あ、ページビュー数、はい。よく聞き慣れてないタイトルとスクリーンって書いてあるんですけど、はい、スクリーンって何だと思いますか。
表示にされたうんちゃらみたいな感じの雰囲気ですね。なんかスクリーン、ですよね。はい、実はこれ一応いろいろヘルプとか呼んできたんですけど、はい、この新しい GA4 ってウェブサイトだけじゃなくてアプリの分析もできるんですね。だからアプリのいろんな画面のことをページって言わずにスクリーンっていうみたいな。あ、なるほど。なのでこのウェブサイトだけやってる方は基本このスクリーンクラスみたいなところはあまり関係ないところかなと思います。なるほど、はい、ただ自社でアプリとかされててそのアプリのこのページにどれくらいの人が来ててとかいう方はこのスクリーンクラスのところを見ていただければいいかな。なるほど。じゃあ見なくていいところもあるとかですね。そうですね、はい。なんか2021年から SEO の、はい、検索順位がコアウェブバイタルって言ってこうユーザーの行動とかも順位に関係してきますよみたいな話があったじゃないですか。ありますね。な GA4 ってそこともやっぱ関係してくるのかなっていうのはちょっと思っていて、はい、なんかその辺のヒントになるのかなっていうのは勝手に考えてますね。あ、確かにそうですね。なんでこれに切り替えたのかっていうと、うんうん、あ、昨今クッキー問題があるじゃないですか。はい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 。クッキーを法律でね使うの廃止しろとか、うんうん、個人情報だから使うなみたいなところがあるからそのデータを用いなくても Google Analytics で正確なデータを捉えたいと、うん、そういったところからこの GA4 にアップグレードしてるみたいですね。なるほど。昔トラフィックの検索のところでキーワードのデータ取れてたじゃないですか。あ、取れてましたね。それが今ノットプロバイディッドになったみたいな感じで、はい、どんどんやっぱり顧客の個人情報っていうところが見れなくなってきて、はい、Google 広告でもクエリーも徐々に見れなくなってきたりとかしてるので、はい、なんかそういうところでやっぱこうそこに対応した、データ解析のツールが GA4 みたいな感じですかね。そうなんですよ。まだどういうことかイメージはそんなついてないんですけど今回 Google の、GA4 発表された時に、はい、GA4 の公式ブログか何かでちょっと書いてあったことなんですけど今回は基本的には顧客の、行動ベースで分析してますいう感じですよ。今までは本当にそれこそプラットフォームごとのアクセス数とか、まあ、そのあたりを断片的に集めていたっていうことなんですけどそれを顧客の行動を中心に測定してます。それをなんか新しいクッキーでもない IP とかでもない Google シグナルっていう新しい測定の指標ですかね。そういうのを使って、まあ、皆さんがウェブサイトにどういうふうに訪問してどう関わってるのかっていうのを計測できるようにしてますよ。まあ、ちょっとこの辺がまだイメージつかめてないですけどいずれにしろそういう個人情報保護を中心に考えて、まあ、それでもしっかりと分析できるようにまあ考えてきているということなんですよね。なるほど。 Google 広告とかでも最適化っていうのも自動最適化とかが あります、ね、あってその同じキーワードで検索してる人もユーザーの行動によってこいつの方がコンバージョンしやすいぞっていうのを機械学習したりするじゃないですか、はい、ユーザーのシグナルとか傾向っていうのを多分見てるんですかね。めっちゃ今徳田さんがおっしゃったことが書いてあってあ、はい、実は今回のこの GA4 のメインのところとしてもやっぱ機械学習っていうのがすごくキーワードとして出てきたんですよね、うんうんうん、だから GA4 の中でも機械学習によっていろいろインサイトを提案してくれてっていう部分があります。これどうだろう映るか分かんないですけどこの右上の部分にこのインサイトっていうちょっとボタンがあるんですよね、はい、これを押していただくとあここにねいろいろなそれこそね質問の候補っていうのが出てきましてこんな感じで下の質問から1つ選択するか検索バーに質問を直接入力してくださいって書いてあるんですけどここから何を知りたいかっていうのをもう選んであげれば勝手に Google Analytics がデータ出してくれるんですよ、うん、ユーザー属性と、はいはい、で最も使用されている言語は何語ですかってここ押してあげるとこんな感じであ日本語を話しているユーザーが今この1週間で来てるんだなっていう、今までって自分でレポートを見に行かないとデータって取れなかったところが自動で知りたいだろうなっていう質問を並べといてくれるのでここから知りたいデータを、はい、出せますね。あとトラフィック分析とかしてあげるとまたちょっとね昨年の比較は今多分できないと思うんですよ新しくなったばかりなので、うんうんまあ、この辺もまたデータを溜まってからだと思うんですけどこのあたりも自動的に比較してくれたデータは出してくれたり面白いですね。面白いです。このあたりは便利なんですけど戸惑うと思います最初。まあそうですよね、はい、
GA って、まあ、あるのは分かってるけど、どう分析したらいいかとか、はい、指標とかもあるじゃないですか、直帰率は何パーセント以下みたいなのもあったりとか、はい、まあ、でもそれってサイトの特性とかブログなのか EC なのか問い合わせベースのサイトなのかによって違うので、はい、どう使うかっていうのは自分なりに基準値を持ってないとなかなか見れなかったですよね。そうですね、うん、Google Analytics を使い始める人ってまずは自分のサイトがどれだけ見られてるのかなぐらいの感覚でいられてる方が多いと思うんですけど、そうですね、1日何人来た、9人来た、嬉しいとか、まあ、そこから始まると思うんですけど、でもそこだけでは結局何もコンバージョンにもつながらないと思うので、自社の達成したい目標っていうのを設定した上でアナリティクスを使わないと本当はダメだと思います。そうですね、なんか純一さんの GA の、 めちゃめちゃ見られてる動画もゴール設定が大事ですって言ってますもんねそうなんです、そうなんです、はい、そこがないとね、ウェブサイトをなんとなく運営してもねしょうがないですもんね。確かに僕も今すごい戸惑ってるのが、まさにそのゴール設定のところで、はい、ここがねかなり変わってるんですよ、メニューが。なるほど。いやここゴール設定取れないときついですよね。それをですね、コンバージョンっていうところですね、今まででもコンバージョンってメニューがあったと思うんですけど、はい、これを押していただくと、こう何も最初出ないんですよ、まず。何も出ないので自分でコンバージョンイベントをまあ設定する必要あるんですけど、うん、今まで設定できたこの管理というところのビューの中に目標っていうのがあったじゃないですか。そうですね、 URL の到達とかなんかされましたね、はいはい、あれがないんですよ。なるほど。僕まだ探り探りではあるんですけど、はい、マネージャーを使ってあげるんですよね。え、そういうこと今のところ私が今試行錯誤してこれどっから設定するのかなってところで、マネージャーを経由させないとちょっとうまいこと反映させられなくて、はいはいはい、これを押すとイベントに名前をつけてくださいっていうのが出ないんですよね、はいはいはい、でどういうことと思って、うん、ですと、うんうん、でこれと保存としてあげるとそんだけなんですよ。でこれ何を設定したのってなるじゃないですか、テストって名前をつけて保存はしました、はいはいはい、このテストって何を計測してくれてんのって分かんないじゃないですか。コンバージョンの設定を切り替え方を分かってないと結構きついですね、 EC とか。きついです、きついです。到達 URL の設定とかあるのかなと思ったら、それがなくてですね。ですごく困ったところで、タグマネージャーを覗いてみようかなって時に、はい、タグマネージャー側でイベントの設定っていうのができたので、はい、例えばトリガーを作って到達したいページの URL を入れて、そのトリガーが発動した時にだけ例えばテストっていうのが動くとか、うまいこと連携してあげないといけないんですよ。なるほど。これ結構あれですね、まあ、ハードル上がりますね。めっちゃ上がりましたね。でももしかしたらもっといい方法あるかもしれないんですけど、ちょっとハードル上がるかもしれないんですけど、タグマネが分かってない人は一旦今移行するのは待った方がいいってことですね。あ、待った方がいいですね。今までの Google Analytics は使えないかっていうとそうではないんですよ、うんうんうん、なぜかというとこの GA4 に移行するときって前のデータ持ってこれないんですよね。はい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 。だから必然的にプロパティが2個できるんですね、今までの Google Analytics のやつと、うんうんうん、GA4 のプロパティと。ああ、なるほど。前のデータをもう見れなくするみたいなことは多分しないと思うので、ああ、なるほど。しばらくは僕の予想ではありますけど、まだ GA4 も発展途上なので、うん、コンバージョンの設定分からないとかもし増えてきたらもうこの GA 上でもできるようになるんじゃないかなとは思いますね。そうですね、タグマネを使いこなしてる人ってなかなかインハウスとかでいないと思ういないですよね。はい、そうなんですよ、はい、なのでちょっとここは皆さん困るかもしれないなとは思ってます。そうですね、タグマネの問題になるとそのタグマネのタグをカートによっては入れにくい問題とかあるじゃないですか。 GA とかタグマネの問題からまた広がっちゃうじゃないですか。広がりますね、はい、なのでちょっと大変ですね。そうなんですよ、ね、そこ Google さんもうちょっと優しくしてくださいっていうのは思いますね。 Google さんも多分この動画を見てると思うのでお願いします、はい、なのでちょっとコンバージョンのところは今すぐ設定が難しい方は、まあ、今までのプロパティもしっかりと残しておけるので今まで通りそちらで計測されてはどうかなと思います。あ、じゃあデータは継続して今のところ計測されてるってことですね。その切り替えた GA4 のプロパティもあり昔からのもあるので昔からの方はもう今日も明日もどんどん溜まっていく。あ、なるほど、はい、じゃあまあ、はい、試しに GA4 をのプロパティを作ってみること自体はできるってことですね。そうなんですよ、これは早めにやった方がいいと思います。うん、はい、やっぱデータって早めに取り始めた方が絶対いいと思うので。確かに確かに。じゃあ純一さんが早めにやった方がいいって言ってるので何かあったら純一さんの責任でちょっとで皆さんやってみてくださいはい、クレーム来たらちょっとスルーするかもしれないですけど自己責任でやってみてください。自己責任でお願いします、はい
あと何か気になるメニューあります、徳田さん。サチコのデータとか Google 広告のデータとかは普通に集客で見えたりするんですかね。サチコのデータがですね、おそらく見れないです、はい、今。あ、そうなんですね。メニューがなくなってるんですよね、まあ、これが今管理のところで、旧 Google Analytics、 今までのはサーチコンソール連携メニューが あるんですよね、はい、でそれがまた今回なくなってるので。なるほど。もうサチコのデータはサチコで見てくださいっていう感じになってますね。サイドも何が入ってるかっていうのを概要をクリックしないと分かんないですし、ちょっと不親切になりますね。ちょっとね、はい、この辺は不親切ですね、まだ、うんうん、まだうちのメンバーもやっとね、集客とか行動とかユーザーのところを見て、あ、こういう人が来てるんだなとか、こういうことしてるんだなとか見て分析してアクション考えてってサイトと GA 行き来できるようになってきたのに、今 GA4 に切り替わるとまたこう勉強しなきゃなっていう感じなんですね。そうですね、うん、ただいずれこっちに多分移行するんですよね。もうそれは間違いないですね、うん、今までの Google Analytics だとさっき言ったみたいに個人情報という点では保護が不十分な上でデータ取ってるはずなので、うんうんうんはい、それがまあ今回は GA4 はかなり配慮して作られているということなので、うんまあ、間違いないです。あ、なるほど。そういう意味ではサチコのデータもまた取れなくなってくるんですかね。可能性はありますよね、うん、キーワードのクエリってユーザーの意図とかが見て取れるじゃないですか。そうなんですよ。ここまで見れないと辛いですね。Google 広告はまだリンクがあるのでうんうん、うんはい、ここはしっかりと見ることができます。なるほど。この Google 広告を使ってほしいんだと思います、この GA4 は、うん、Google 広告のパフォーマンスがどうなのかっていうのをしっかりとこのアナリティクスでも計測できるように、うんうんうん、っていうのは意識されてるみたいなので、 Google 広告使いには便利になっていくんじゃないかなと思います。なるほど、はい、Google 広告のコンバージョンとか設定できない、なんかサンクスページがないサイトとかってウマネとかでアクションをコンバージョンとして GA で取って Google 広告のコンバージョンとしてカウントする着火みたいなのやったりとかしてるんですよね、はい、そういう細かい作業をやってたんですけど、なんか今デフォルトでタグマネの理解が必要ってことですね。そうなんですよ。より分析師の方というか、うんうん、その方の需要が高まってくるんじゃないかなと思って、うん、徳田さんのこのチャンネルで言うのもあれかもしれないですけど、分析師になりたい方は多分今後すごく仕事が増えるんじゃないかなとは思います、うん、確かにね。個人でやったりとか企業のインハウスでやったりとかすると、はい、このデータだけ見ちゃったりしててサイト見てなかったりとか検索結果見てなかったりとかするので、はい、分析する方っていうのはそのよりね客観的に、はい、まあ、サイトとデータを行き来できると打ち手とかも見えてくるし傾向も見えてくるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、うん、総合的にそのアドバイスができる分析師の方が絶対求められると思うので。大阪にそんな分析とか GA が得意な人なんているんですかね。いやー、まあ、僕だけじゃないですかね。そういうですね。いや、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、そんな多分打ち出してる方が少ないっていうのと、うんうん、おそらく東京もそうなんですけど分析師の方って華やかに見えないじゃないですか。確かに確かに、うんうん、まあ、YouTuber とか、うん、インフルエンサーの方は華があるんですけど、うんうん、分析師って華がないので、あ、なんか敵に回しましたね今ね。アクセス解析会を。じゃあ僕は分析師側なんです。あ、そっかそっか。味方になりたいんです。そっかそっか。だから分析師の方に花をこれから今後の時代ちょっと持たせたいというか。あ、これからもう分析師の時代ですね。そうなんですよ。ちょっとまた話違うかもしれないですけど、アメリカの方でデジタルマーケティングをやっている方にドワッとアンケートを取って、うんうん、今自分のスキルの中で目標としているレベルに達してない項目って何ですかっていうアンケートを取ったのがあるんですね。でデジタルマーケのスキルってそれこそ SEO もあれば SNS 運用もあればマーケティングオートメーションとか、まあ、メルマガ運用とかいろいろある中で分析が苦手だって言ってる方が一番多いんですよ。だからこそやっぱりこの分野の需要っていうのは今後増えるだろう、こういうことはやっぱアメリカの方でも言われてるので、これは今ですよ、分析師になるなら。なるほど。この動画を見て分析師を目指したい方はですね、純一さんのメルマガの登録と。すいません、はい、なんかもう宣伝していただいて、はい、純一さんがまた動画作ってくるかもしれないんで、まずタグマネもね結構基礎編からもうあるんですよYouTube で。じゃあそれ概要欄に入れておくのでちょっと見ていただけると。はい、ありがとうございます。馴染みがある方はこれがタグマネージャーの、管理画面ではあるんですけども、うんうんうん、まず最初に必要なのがトリガーというのを作る必要があるんですよね、うんうん、ピストルのトリガーを引くとか言うじゃないですか。あ、はいはい、着火させるっていう、まあ、そういう意味なのでトリガーと呼ばれてます、うんうん、トリガーっていうのがどんな時にそのコンバージョンっていう風に言いたいかっていう、うん、まあ、どんな時にみたいな条件です、はいはい、例えば購入後の3級ページに到達した時にとか、うんうん、カートに追加された時とか、そういう条件を決めるのがこうトリガーなんですよね、はい、まず作らないといけないのはトリガーという部分なんです。
ですよ、はい、で例えば僕でいくとウェブサイトに ebook を置いてて ebook をダウンロードするためにはメルマガ登録が必要です、うんうんうん、メルマガ終わった後に必ずこのサンキューページに来てもらうんですけど、うんうん、このサンキューページに来ましたというのをまずトリガーとして条件を作っておくんですね、はい、まあ、これを作っていただいた後に今度タグというじゃこの条件を使って GA4 のタグをね作っていくんですけどこのタグの新規というところに例えばですよ ebook、まあ、3級ページ1到達とか、まあ、こんな感じでタグの名前をつけておきますとでタグの設定というところを押すとここに新たに最近ねこの GA4 イベントっていうのができたんですへえここを選んであげるとこの設定タグどれですかということで、あらかじめ入れておいた GA4 タグっていうのがあるのでこれもまた改めて説明しますでこれを選んであげてこのイベント名ここをですね自分のオリジナルの名前を付けてあげるんですよ、はい、ebook 完了、はい、イベントパラメーターが正しいかどうかはまだ迷ってるんですけどもページ URL とかいうのを追加してます、うん、一応両方にこの URL を追加しても反映されなかったので、うんうん、ページ URL のここに入れるようにしてます、はい、またちょっとまだここが不安なところですね、はい、でこのトリガーっていうところがあるんですけどこちらに例えば先ほど作った ebook のサンクスページっていうこのトリガーを設置してあげるとここが見られた時に GA4 で ebook の完了っていうイベントが発生しますよっていうタグになるんですよねなるほどなるほどこれが新しくなった GA4 の全てのイベントっていうところに反映されるようになるんですよねまず、うんうんうん、例えばテストとか、まあ、ここに ebook 完了って出るようになるんですよ、はい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 、それをコンバージョンに入れたい場合ここにコンバージョンとしてマークをつけるっていうふうにしてあげると、はい、それがこのコンバージョンのところにも反映されるとうおーなるほどすごい複雑というか難しくはないけど知らないとわからないですね、はいそうなんですよこれは動画めちゃめちゃありがたいですねちょっとこれは本当にまだまだ変わるかもしれないですしもっといい方法があったらぜひまた教えていただけたらなと思いますわかりましたここは最初は任せてくださいもうプロの方に分かんなかったらそうです多分プロの方もこの動画見てあそっかそっかってやるかもしれないですよねやるかもしれないですねはい、そもそも GA4 のタグを発行してそうですタグを、ソースコードに入れてそっからの話ですよねそうなんです、そうなんです。あ、じゃあ、その既存のタグと GA4 のタグがこう並列する感じなんですか？並列します。はい。あ、なるほど。両方入る状態になりますね。なるほど。はい、タグマネがね、すでに入っていればね、いいと思うんですけど。そうなんですよ。タグマネのタグを入れて、GA のコードをまたタグマネに格納して、はい、タグマネで全部管理できるようにして、GA4 のタグも発行して入れてみたいな感じですね。その準備がいるんですよ。Shopify とかだと、あれですね、はい、Shopify の UAID でしたっけ、あの GA の UAID、あれ入れたらポンって出てくるんですよね。はい、でタグマネが Shopify のライトプランまでだと、タグマネを入れるスペースって元ってフォルトなくて。ああ、有料プランじゃないと。そうなんですね、有料多いですよ。ハイプなんか裏技で入れ方と、あとそのアプリを入れて入れる場合があるんですよね。カートによってもタグマネの導入の手順が違ったりとかしますし、その GA4 に移行するっていうのは GA4 単体の話だけじゃなくて、はい、コンバージョンを計測してるのであればタグマネもできるようになっていかなきゃいけないってことですね。そうなんですよ。より一層タグマネが使える方はもう引く手あまたなっていくんじゃないかなと思いますね。なるほど。ユーザーの行動とかをやっぱこうより細かく分析できるようになるっていうメリットはありつつも、ちゃんと使いこなせないとコンバージョンデータ取れないので、どのチャンネルとかどの国とかコンバージョン取れてるかって分析ができないので、次のその打ち手の優先度付けが難しくなってしまいますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。なのでちゃんとコンバージョン計測ができるって自信がないと、あの GA4 はまだ活用まではいけない感じですね、うんうん、なるほど。あと1点面白いのがありまして、はい、分析っていうメニューがあるんですよね、はいはいはい、分析というところを押してあげると、このテンプレートギャラリーっていうのがあって、これがちょっと面白くて、開けてあげるといろんなメニューが出てくるんですよね。以前の Google Analytics で見たなみたいなのもあるんですよね。分析とか目標達成プロセスとか、この辺って以前あったじゃないですか、はい、このあたりのレポートを自動で生成してくれるんですよ。それは便利ですね。そうなんです。例えば経路の分析っていうのをポチッと押してあげると、今エラーが出るんでこれはなくなるんじゃないかなと思うんですけど、エラー関係なしに普通に、あ、セッションスタートしてページビューこんな感じでいきますよ、こういう画面にはなっていきます。なるほど、はい、以前とちょっと画面が違うんでなんか違うってなると思うんですけど、うんうん、
こういうレポートをいろいろねデフォルトで用意してくれてるんですよね。分析のテンプレートギャラリー結構いろいろありまして、ユーザー獲得っていうところもなんかプラが出てくるんですけど、どのソースから来ましたかとか、勝手にこのメディアも作ってくれてて、どのメディアから来てますかとか、ソースメディアどこですか。なるほど。まあこれもねゴール設定しないとね見えない、ユーザー獲得ぐらいしか分かんないので、はい、まあ、こういうレポートまで分析のところには用意されてますよってところですね、はい、なるほど。 BA4 のアナウンスがあって、まあ、施行されて、はい、まあ、記事書いてる人もいると思うんですけど、はい、やっぱちゃんとここまでしっかり見てタグマネもゴール設定も含めて やられていて、あの解説されてる方っていないのかなと思うんですね。あまり見受けられないですね、いろんな Google 広告とか Facebook 広告とか、あの SEO リスティングって形で割とこう一つの施策にこだわらずに、まあ、お客さんの課題 に寄り添ってこう取り組める業者さんって少ないじゃないですか。そうですね、はい、GA4 の、まあ、話もそうですけど、いろいろな観点でこう純一さんってめちゃめちゃお人柄がいいので、なんか相談できたらなと思いました。ありがとうございます、はいはい、素晴らしいマーケターさんがね、徳田さんもはじめいろいろいらっしゃるので、とっつきやすさで勝負だという感じです、はい、もし GA とか集客で困ってる方は本当にぜひ純一さんにご相談いただけると。他のあの GA とかタグマネの解説の動画とかも、うちの奥さんがめちゃめちゃ家で見てて家 あのメインのテレビで純一さんの動画を見てて恥ずかしいですね食卓でサーチコンソールの話とかするんで、本当にもう純一さんのおかげです。ありがとうございます。違います本日は純一さんに GA4 の解説をしていただきました。貴重なお時間いただきありがとうございました。とんでもないです。今日はありがとうございました。ではでは、はい。